おはようございます、ルナです。ただいまの時間、今8時半になります。これから仕事に行くんですけど、その前にちょっとこの間眉毛アートしてきたので、それを、お伝えしたいと思います。お仕事行くので立って撮ってるんで、スタンディング YouTuber としてやっていきたいと思います。眉毛やってきたのが一昨日なんですけど、私がめちゃめちゃ好きな相澤エミリさんのクリニックで、ヴィーナスビューティークリニックってところでやってきました。銀座と新宿にあるんですけど、マスタークラスの方でやったので銀座でやってきました。こんな感じです。みんなよくどうやって目元の写真綺麗に撮ってるんだろうっていつも思う。ピントが全然合わないんですけど、何もメイクしてない状態です。今乾燥しちゃうと定着が悪くなっちゃうみたいで、1週間分ワセリン、これぐらいのちっちゃいワセリン入ったプラスチックのボトルをもらいました。で、毎日朝晩顔洗った後に塗ってます。だからこれテカテカしてるんですよ、すごい。で、これ私いつも前髪下ろして巻いてるので、ワセリンが前髪について何日もお風呂入ってない人みたいになって働いてるんですけど、まあそんな感じで頑張ってランタイムを過ごしてます。なんか私の一個下の子もアートメイクやってたんですけど、なんかその子は麻酔しなかったみたいで、麻酔なしでやったみたい。なんかその方が色が持つって言われたみたいだけど、ちょっと本当のことは分かんないです。私のところでは麻酔クリーム塗って何分か置いて、それでガリガリやっていくって感じです。痛みは全然なかったんですけど、私最初すごい寝てて、なんかもうずっと寝てられればよかったのに、なんか途中からしっかり目覚めちゃって覚醒しちゃって、起きてずっとこうギーギーってされてる感じがあるから、なんか黒板引っかいてるみたいな、爪でみたいな感じ。その自分の中では体を傷つけてる感じと、あとベッドの上でずっと横になってる辛さがあって、なんかすごいモズモズしちゃった。自分がもし脱毛してる時にモズモズされたらすごい嫌なのに、自分もしちゃったから、お客さんの気持ちが結構わかりました。で、こんな感じで色が4種類あって、明るいのと暗いのと真ん中の色と、あとはその明るい色でもなんか黄色み系と赤み系の色が選べたので、その4種類でなんかどれを混ぜてみたいな感じで選びました。で、私は明るい黄色みの方のと、あとその中間の色を一滴足した色って言ってくれました。なんか髪の毛と同じぐらいの色にしてくれて、明るい方がちょっと嬉しかったけど、色味はなんかだんだん抜けてくるみたいなので、今日で2日目かな、今日で2日目なので、もうこれからどんな色になっていくのかなっていう感じです。メイクしてなくてこの状態だから、すごい綺麗な仕上がりでめちゃめちゃ満足でした。なんかマスタークラスと、あともう一個上のクラスがあるんですけど、全然これでもすごく満足してます。ありがとうございました。なんかデザインも最初決めるんですけど、丁寧にしてくれて、もうここもうミリ単位で本当にカクってしてくださいとか、丸めてもらっていいですかとか何回もやり直して決めました、デザインは。はい、すごい満足してます。リップのアートメイクもあるみたいで、これは今塗ってるんですけど、なんかそっちもできたらなって。もう本当にお化粧いらず、私マツパもやってきたんですよ。これにマツエクして、これでリップのアートもしたら、もう化粧しなくても外出れるんじゃないかなってぐらいだなって思ってます。やるかどうかは別として、もう眉毛がテカテカなんですよ。だから毎日1週間ぐらいちょっと頑張ってテカテカ期を過ごそうと思います。そう、あと眉毛、脱毛これからやろうとしてる人にも言いたいんですけど、入れ墨とか入ってると脱毛、医療脱毛だけなのかな、私のとこだけか分かんないんですけど、レーザー当てちゃうとその入れ墨抜けちゃったり火傷したりするので、先にその入れ墨とかこういうアートメイクとかする前に脱毛やるんだったらしちゃった方が避けて当てなくてよくなると思うので、最初に脱毛やった方がおすすめです。男の人何もしないでパッと出ると思うけど、すごいキリッとして全然印象変わると思うので、男の人にもすごいおすすめです。なんかもっとアートメイクやった直後って妹みたいになるって聞いてたので、これぐらいで毎日過ごせてるので、お客さんには何も言われなかったし、先輩たちには近くに来た人には言われた。あまりにも多分テカテカしてるからかな。すごい満足です。やってよかった。ちょっとこれから前髪直してお仕事行ってきます。それじゃあ皆さんもお仕事行ってらっしゃいです。お疲れ様ですかな。ありがとうございました。バイバーイ。